カラスザトのランドマークカラスザトは、中華民国福建省の特殊橋。三つの当初により構成され、国境内戦下においては、金門島、馬祖島と並んで対立の最前線の島であった。本来福建省保田県の管轄であったが、国境内戦の結果、中華民国が保田県の支配権を喪失したことから、金門県の代理管轄下に入り現在に至っている。 中華民国で最小の自治体である。カラス・ガラスの一途カラスは、中華人民共和国福建省保田市の東南に位置し、須島から東20海里の位置に存在している。台湾海峡回路の中継地として17世紀から各国の船舶がこの海域を航行し、当時の海図にはカラス書と記載されている。1840年のアヘン戦争後、カラスは開港された。 アモイ及び復讐の中間地点であることから航路上での重要な位置を占めるようになった。1874年にはイギリスギシヘンダーソンとロピナルドによって東大が建設された。1943年から1945年にかけてカラスは日本軍によって占拠された。当時カラスは津島と同じく第4行政正しさ区が管轄する。 行政区域であった。1949年、大陸の国民党政府が崩壊すると、カラスは一時無政府状態となった。当時のカラスは、東大の保守要員とその家族、そして失業に際して立ち寄る、漁民程度しか立ち入らない、のどかな島であったが、国民党兵が流入してくると状況が一変した。元来物資が豊富でない島での急激な 人口増加は食料をはじめとする物資が欠乏し、また本島との連絡手段の喪失から国民投兵による食料強奪や建造物を破壊しての燃料確保、さらには大陸の商船を襲撃するなど海賊島の様子を呈するに至った。1951年アメリカの軍事援助の下国民党は本島で軍事再編を実施し、カラスでも 正規軍に組み込まれ、食料などの物資が提供されることになった。1954年、台湾政府はカラスの行政管轄を見直した。元来、最も近い陸地である強化府や保田県に属していたが、同地が中国共産党支配下に置かれたことから、72回離、離れているが実行支配をしている、復権賞金門権の施政下に、 暫定的に置くことを決定した。この時期のカラスは、反共級国軍の前線基地として、実質的に国防部によって統治されていた。面積わずか一点2平方キロメートルの島を大、とこに分割し、軍民を問わず犯罪は、軍法会議で処分が決定され、病人は軍医が診断するという体制にあった。九百九十二年十一月七日に正式に、 戒厳令が解除された後、地方自治が実施されている。1994年1月29日に、住民投票が行われ、初めての民選豪調が選出された。豪調カラス座との中心となる産業は漁業である。しかし、対中関係が好転した1992年、カラスでも戒厳令が解除された。これにより、中流軍が大幅に削減されて、 島の状況は一変し、特に経済面では、軍人対象の商業活動に大きな影響が出たほか、緊張緩和によって周囲に中国の漁船が押し寄せ、爆弾漁法などで魚を根こそぎ捕獲したため海洋生態系を破壊、その結果漁業資源は枯渇してしまった。このように、経済活動が立ち行かなくなったカラスからは、住人の流出が続出した。教育設備、 医療設備、就労機会、交通機関のいずれも存在しない状態となってしまい、一時期は総人口50人弱の加速島にまでなった。1998年、各廃棄物処理場の設置計画が明らかになった。人口も2000年代以降は増加に転じて戻りつつあるが、この計画は環境保護団体の強い反対によって2002年に凍結され、 現在にまで至っている。かつては、金門県立後秋小学校があったが、2009年に廃校となり、2020年現在教育機関不在の状態である。大村と小村にヘリポートがあるもの、現在カラスへの定期便空路は開設されておらず、交通は回路のみである。大中港から月3便の定期船が軍艦を使用して運航されている。 軍用路線のため運賃は無料である。現在、主に使用される軍艦は、洋ザ号で、所要時間5から6時間となっている。以前は、高尾号を経由する、中寺号という軍艦が運行されていたが、高尾カラス艦でも24時間を要し、さらに便数も月に1便のみであったことを考えれば、格段の利便性向上となっている。カラス港は、推進が浅く、 必水の深い軍艦では座礁の恐れがあるために満潮時刻に到着するダイヤとなっており満潮時でも直接接岸できないため乱地底で関と桟橋を連絡しているカラスでは漁民を中心に福建省保電圏の方言である戦後が話されてきた現在は台湾本島や金門島と同様に民南語が話されるいずれも馬祖島で話される東語とは 系統が異なる。特産品に海苔がある。毎年8月には海苔を加工するため石灰を焼く光景を見ることができる。産業が極めて限定されているカラスでは貴重な現金、収入源となっている。ありがとうございます。